内部にニトロベンゼンを結合したヘミカルセランドの結晶構造。ドナルド・クラムらによる報告兼コミューン1997-1303から1304カルセランドは高温でもゲスト分子が逃れられない完全に閉じ込めるホスト分子である。このタイプの分子は1985年にドナルド・クラムによって最初に報告され、その名称は ラテン語のカーサー、すなわち刑務所に由来する。永久に投獄されたゲストとカルセランドによって形成された複合体はカルセプレックスと呼ばれる。対照的にヘミカルセランドでは高温下でゲストがその空洞に出入りすることができるが、室温下では安定な複合体を形成する。ヘミカルセランドとゲストによって形成される複合体はヘミカルセプレックスと呼ばれる。 カルセランドのような容器の内側は内部症として根本的に異なる反応性が観察されることをクラムは報告している。彼は室温で非常に不安定な反方向属性のシクロブタジエンを管理するためにヘミカルセランドを使用した。ヘミカルセランドは他の分子との反応を防ぐことによってその空洞内でゲストを安定化する。 二種のカリックスアレーンからのカルセランドの合成最初期のカルセランドはカリックスアレーンから合成され上部の円に4個のアルキルチカン器を持つカリックスアレーンと下部の円に4個の反応性カン器を持つカリックスアレーンが用いられたこれらカン器を持つヘミカルセランド同士を反応させることでカルセランドが得られる1985年の論文では二つの異なる ヘミカルセランド、すなわちクロロメチル元とチオメチル元を持つものを、嗅覚値観反応させることで、ジメチレンスルフィードスペーサー元を有するカルセランドを合成している。この実験では、反応溶媒中に存在するアルゴンや、ジメチルホルムアミドがゲストとして、カルセランドの内部空洞に閉じ込められた。他の構造のものとしては、下部の円に4個のアルデヒド元を持つものと、 オーフェニレンジアミを持つものを縮合反応させ、ジーミンで結合したカルセランドがある。二つの球状のヘミカルセランド同士を接続している四つのスペーサー元がかなり長くなった結果、内部空洞は非常に大きくなっている。空洞内に閉じ込められたゲスト分子は締め付け結合によって内部に保持されると言われている。ヘキサクロロブタジエンのような巡洋媒中で、 加熱するだけで内部空洞にゲストを導入できる。逆に空洞からゲストが出ていく半減期は、摂氏25度 CDCL3 中の NMR 分析によると3.2時間であった。フェロセンはトリピペリジルホスフィンオキシドのような大きな傘高い、溶媒中でヘミカルセランドと一緒に加熱することによって内部に導入できる。フェロセン放出の半減期は、 摂氏112度で19.6時間である。八面体なのコンテナ6つのヘミカルセランドが結合した八面体化合物は、その内部空洞が1703もの大きさに達する。この化合物の合成は、動的共有結合化学により達成できる。すなわち、室温化、クロロホルム中、トリフルオロ酢酸を触媒として使用し、6等量のテトラホルミルカリックスアレーンと12、 投量のエチレンジアミントをワンポットで反応させ、ついで水素化放素ナトリウムで移民結合を還元する。ありがとうございます。